チャナッカレは、トルコ共和国の行政区、チャナッカレ県の県とであり、国土の北西に位置する。この県は、アジアヨーロッパにまたがる県域を持ち、ダーダンエルス海峡に隔てられており、海峡交通の要所である。チャナッカレの港からは、対岸のヨーロッパへと渡るフェリーが頻繁に運行している。軍事要衝だった名残で、沿岸には軍事施設跡も見られる。 トロイの木馬で有名なトロイ遺跡観光へのアクセス拠点として観光客で賑わう。ビサンチン帝国時代の街の名前は英語名のダーダネルスの由来でもあるダルダネリアであった。紀元前2世紀、この地方はペルガモン王国の支配下にあった。古代都市トロイのあるビガ半島の西側はトロアスと呼ばれていた。重要な居住区だったアレクサンドリアトロアス地区は 自由貿易港であり、古代ローマ時代貿易の中心地であった。2世紀にはトラキアからやってきたゴート族によって付近一帯は攻撃を受けた。7から8世紀にはコンスタンティノープルを攻撃するためにアラブ人が数回海峡を渡りセストスに向かった。1367年、オスマン帝国がネリボルの支配権を得た。 1460年代のオスマン帝国支配の下で、定住が始まり、貿易港として繁栄した。1922年にオスマン帝国を破った後、チャナッカレに駐屯していたイギリス軍とフランス軍の間に、チャナック危機が起きる。新生トルコ共和国は、両軍に撤退を要求した。ロイド・ジョージは、トルコの指導者、ケマルアタチュルクが、兵器や、 軍事行動に関して合法的に署名された条約を破棄したため、トルコ軍と交戦しようとした。最終的に、イギリス軍、トルコ軍ともに手詰まりとなり、第一次世界大戦後の余波もあって和平交渉がなされた。ありがとうございます。